熊本県、宮崎県、鹿児島県の3県を流れる千代川。千代川は熊本県球磨郡朝霧町の白ヶ岳に発し、その途中で羽月川など129の支川と合わさり、仙台平野を貫き薩摩灘へと注がれます。幹線の長さは 137km、 流域面積1600平方キロメートルの一級河川です。その仙台川河口部を遡っておよそ 51km、 仙台川のほぼ中央に鶴田ダムは位置しています。平成18年7月19日から梅雨前線が活発化し、長期間にわたり九州南部に停滞したことから、7月19日から23日にかけて1000ミリを超す記録的な豪雨となりました。この豪雨により鶴田ダム下流にある宮之城水位観測所では、計画洪水位をおよそ3メートル超過する気温最大の洪水となりました。この記録的豪雨に伴い、仙台川の上流から下流までの3市2町の136カ所で甚大な浸水被害が発生しました。鶴田ダムでは洪水調節を行い、ダム下流域の浸水被害を最小限に食い止めるように努力し、宮之城地点で最高水位を 1.3 メートル低下させ、最高水位に達する時間を4時間遅らせることができましたが、確保している洪水調節容量7500万立方メートルを超える記録的な洪水により、流入量とほぼ同量を放流する計画規模を超える洪水時の操作に移行しました。この豪雨災害を受け、平成18年10月、仙台川激甚災害対策特別緊急事業が採択され、平成23年度までの間で早期効果を上げる対策が実施されました。この激特事業と相まって、鶴田ダムにおいても再開発事業が行われることになりました。鶴田ダム再開発事業は、平成18年7月時のような大雨が降っても大きな被害が起きないよう、鶴田ダムの洪水調節容量を増量するとともに、放流設備の増設などを行い、治水機能を強化させる事業です。この事業では、今よりも低い位置に新たな放流管を増設することで、洪水期における最大の洪水調節容量が7500万立方メートルから9800万立方メートルに増えることになります。この事業によって、現在の仙台川に平成18年7月と同程度の洪水が発生した場合、宮之城水位観測所では激特事業後の水位からさらにおよそ1メートル水位を低下させる効果が見込まれます。平成18年7月の洪水においては、洪水による被害があまりにも大きかったため、地域住民からの施設改造に対する要望も強く、これだけの大規模な事業にもかかわらず、翌19年度には事業化となるなど、異例の速さで進められました。また洪水からおよそ1年後の平成19年8月に現地で着手式を行い、工事が進められてきました。それでは鶴田ダム再開発事業の主な工事を紹介します。主な工事は5つあり、洪水を調節するための放流管を新たに3本増やす増設放流管、その増設放流管から流れる水の通り道である増設源泉口を作ります。この増設放流管、増設源泉口を作るために地山の掘削を事前に行います。現在ある放流管から流れる水の通り道についても、増設源泉口の構造と同様の構造に改良を行います。また再開発後はダムの水位が下がることから、水位が下がっても発電ができるように取水管の付け替えを行います。
これは鶴田ダムの下流側からダムを見た図です。中央にある現在の放流管より下に新たに3本の放流管を左側に作り、右側にも現在の発電管より低い位置に2本の管の付け替えを行います。増設減衰口の図面です。水の通り道である増設減衰口は幅20メートル、高さおよそ22メートル、長さがおよそ200メートルの水路のような形をしています。増設放流管の直径は 4.8 メートル、長さはおよそ110メートルです。季節減衰口改造の図面です。幅50メートル、高さおよそ30メートル、長さがおよそ120メートルの水の通り道が新しく作られます。この再開発事業は日本最大規模と言われています。深い水深の中でダム本体に穴を開ける工事であること、5つの穴を開けるということ、そしてその穴の長さも日本最大規模です。建設から50年経つ大きなダムに5つも穴を開ける、このような大規模な工事は世界でも類を見ないものです。日本最大規模と言われる鶴田ダムの再開発事業、国、民間、専門家が知恵を出し合い、水利模型実験などによる検証も踏まえながら、実際の工事にあたっては日本のトップクラスの技術を集めた工事が行われ、施工者などの努力により特許を取得するような技術の開発なども行われました。そのため今回の工事で知り得た知見を集積し、今後の技術開発の向上にも役立てることが期待されます。また今回鶴田ダム再開発事業の実施にあたり、土木関係者だけでなく学校関係者や地域の方々など、再開発工事の壮大さやダム管理の大変さについて多くの方に興味を示していただきました。平成28年度は新しく作った放流管を用い、再開発の治水効果が発現した年であるとともに、鶴田ダム完成後50年という節目の年になりました。この再開発事業は流域の未来のためはもちろん、作るから守る、生かす、日本のダム再開発の指針、未来につながる事業でもあるのです。